ヨハン・ネポムク・フンメル。ヨハン・ネポムク・フンメルは当時で言うハンガリー。現在はスロバキア出身のオーストリア系作曲、ピアニスト。ポジョニ、独語名プレスブルク、現スロバキアのブラチスラバに生まれ、指揮者で、弦楽器奏者でもあった父、ヨハネスに、音楽の手ほどきを受ける。8歳の時、アウフデア・ビーデン劇場の指揮者に就任した父に、従って、ウィーンへ移り、モーツァルトの家に、 住み込みで2年間にわたってピアノを指示。1789年から父と共にヨーロッパ各地を巡演し、振動として喝采を浴びた。1793年ウィーンへ戻り、ウィーン音楽院にてアルブレヒツベルガーに、大砲、サリエリに、声楽作品、ハイドンにオルガーを学び、また、ベートーベンと進行を結ぶ。1804年、 ハイドンの推薦でエステル・ハージ家のコンサートマスターに就任。ハイドンが引退すると宮廷学長となり、1811年までこの地位にあって劇作品や礼拝同様の宗教作品を手掛け、少年聖歌隊の指導や楽団の指揮に当たった。辞職後ウィーンに戻り、ピアノ作品、室内楽、劇作品の創作に専念するが、1814年、妻、 ロッケ・エルの後押しもあって、ピアノ奏者として復帰、ウィーン会議に出演し、センセーションを巻き起こすの目覚ましい活躍を見せる。1816年より、シュトットガルト、1819年より、バイマル宮廷の学長を歴任する一方、作曲のみならず出版、演奏など活発な活動を展開して、ゲーテと共に、芸術の街、バイマルの発展に貢献した。 ピアニストとしては1830年のパリロンドン演奏旅行でキャリアの絶頂を築いた。1834年のウィーン旅行を最後に病のため演奏活動に終止符を打ち、3年間の闘病生活の後、認知マールで池を引き取った。葬儀に際しては、師匠、モーツァルトのレクイエムが演奏され、同地のに埋葬された。生前にあっては、 ヨーロッパ最高の作曲家、ピアノ奏者の一人に数えられ、ベートーベンと並び称される巨匠の一人として、音楽界に君臨した。フランツ・シューベルト、フェリックス・メンデルス・ゾーン、カール・チェルニー、フレデリック・ショパンらと交流を持ちかつ多大な影響を与え、ルイーズ・ファランク、フェルディナント・ヒラー、アドルフ・ヘンゼルト、ジギス・モント・タール・ベルクラの優れた弟子を通じて、19世紀全般の ピアノ奏法に大きな影響を与えた。演奏会においては、オペラなどの主題による即興演奏を得意とした。世紀の変わり目にあって古い職人気質と新しい企業家との両面を合わせ持ち、音楽市場の動向に敏感で、流行作家として成功するとともに当時は、まだ不十分だった。著作権の確立のために奔走した。著作には、モーツァルト回想録、自伝、 ピアノ奏法の理論と実践小論などがある。あらゆる演奏媒体を通じ、職務のためにまたフリーの立場で、幅広いジャンルに作品を残した。形式的には、ウィーン古典派の裁判期に属し、ホモフォニックな構造とイタリア風の装飾的な旋律がられる。フンメルの名は、死後から忘れ去られ、20世紀までは一部の曲を除いて、知られていなかったが、 近年その研究が進み、演奏、録音も増えてきて、この時代の作曲家にあっては人気を勝ち得ている。作品は公共曲を除いて、すべてのジャンルにまたがり200曲以上にも上る。フンメルの生涯に出版された作品は127で、ピアノ曲はその半数以上を占める。また未出版作品は39作品、遺作は9作品で、 その他作品番号のないものも含めて、体系的な作品リストは、フンメル研究家のジョル・サックスによって作成された。フンメルの作品には、時折過去の音楽から主題を借用したものが、見受けられる。例えば、ピアノ・ソナタ第2番アップ、13の第1楽章では、グレゴリオ聖歌のアレルヤが用いられ、ピアノ・ソナタ第3番アップ、20修楽章では、師匠、 モーツァルトの公共曲第41番修学賞の主題により、風画が展開される。近年、録音も多くなり、ピアノとオーケストラのための作品をはじめ、競争曲や室内楽はほぼ全曲を聴くことができるようになった。また、チャンドスやナキサスなどのレーベルが積極的に新譜を発売し、ミサ曲、バレエ音楽なども聴くことができるが、17曲ある。 オペラ作品は序曲を除くとほとんど聞くことができない。フンメルの作品カタログについては、ニューグローブ音楽大辞典、ジンマーシードの冒頭音符付けカタログやザックスの作品表があるが、日本語ではアマチュア研究家のミキオタオの作品目録が存在する。以下の作品目録は、上記ミキオタオの表による。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。